アイドル日本をご覧の皆様、こんにちは、まいこです。今私は撮影で伊豆に来ています。伊豆はすごい初めて来たんですけど、まあ、自然も豊かだし海も綺麗で、なんかすごい自然に囲まれて、でもなんかどっか懐かしいような感じがしてすごく楽しかったです。なんか夏っていう感じの花火だったり浴衣だったり、すごい内容が盛りだくさんで、前回よりもなんか衣装とかもすごいグレードアップして、展開とかもいろいろあったので、そこをぜひ皆様に見てほしいなと思います。以上、まいこでした。この撮影中に一番楽しかったことは花火ができたことです。ずっとしたかったんですけど、やっぱ全然できなくて、なんか夏っぽいことも全然できてなかったので、花火ができたのと、あと浴衣を着れたのがすごい嬉しかったです。撮影中一番大変だったことは、あの滝に行った時の足場の悪さと、あと水がとんでもなく冷たくて、そこであの靴を脱いで入ってポーズをして、なんか足があのみるみる凍ってくような感じで、でもちょっと大変だったかなと思います。でも涼しかった。ラーメン屋のお仕事で気をつけていることは、作りすぎない、なんか自然体でいる、その台本とか例えばシチュエーションが決まっててもそこになんか溶け込むような感じで、あんまり表情とかも作りすぎないで、普段の自分だったらこんな顔するかなとかを考えてするようにしてます。家に帰ってまず最初にすることは、家の鍵を閉めて手洗いうがいをして、あとはでも服を着ているのが家の中では嫌なので、靴下とかは一番に脱ぐし、服もあの脱いじゃいますね。邪魔だなと思って。言われて嬉しい言葉は、純粋に何だろう、可愛いっていうのも嬉しいんですけど、グラビアの撮影中だとやっぱ表情とかによってシチュエーションとかでも変わってくるので、なんかあんまり普段言われない言葉、大人っぽいねとかかっこいいとか、ね、綺麗な女性とかがすごい憧れなので、そういう言葉を言われたら嬉しいです。キュンとくる男性の仕草は、私基本すごい人の目を見て話をするんですけど、その時にちょっと目を合わせて、あと目が合った時にニコって笑ってくれるとすごいって行きます。普段よくしてしまう癖というか、なんだろう、すごい笑いのツボが浅くて広いので、なんかちょっとしたところでハマってしまって、でそこからすごいずっと笑い続けちゃうっていう、ちょっと切り替えとかやっぱ撮影の中では大事なんですけど、笑いが止まらない大変な時もあります。得意なスポーツはバスケットボールは、すごい小学4年生の時から高校1年生の時までやってたので割と得意で、あとの他のスポーツはちょっと差があって、長距離は速いんですけど短距離はめちゃくちゃ遅かったり、まあ、バスケットボールとか球技なんですけど野球とかサッカーとか全然できなかったりするので、なんか差がすごいです。今後挑戦してみたいお仕事は、大学のまあ専攻でもある化粧品に関するお仕事もしてみたいし、あとその胸が私が大きいので、もう可愛い下着があんまりないので、下着のなんだろう作ってみたいなっていうのもありますし、あとやっぱ芸能で言うとすごい女優業、なんか昭和顔なんてすごい言われるんで、例えば時代劇だったりとか、あとはちょっと悪い人役とか、なんか
誰でもじゃなくて私がすごい似合うできる役をやってみたいなっていうのはあります。今回セカンド DVD を出させていただくことになったんですけど、すごい前回作よりももう本当に衣装も内容も濃くグレードアップしたものになっているし、あの夏に撮影したのでもうすごいその季節感、夏っていう感じを味わえると思うので、ぜひもういろんな見どころがありすぎても伝えきれないので、ぜひ皆さんの目で確かめてほしいなと思います。以上、まいこでした。またねー。